ハロー YouTube。 ハロー YouTube。 さあ今日は、今日はまあちょこちょこ言われますけど、はい、まあ、あの話題について喋っていきたいなと思うんですけど、うん、お前があの話題に触れると、はい、どんな話題？ CO2 エアガンですね。 CO2、はい、初ですね、はい、CO2 ね、嫌いおじさんです。嫌い、うん、嫌いっすね。嫌いでしょ。嫌いっすね。なぜ奥様が CO2 扱わないっていうと、うん、こいつが嫌いだからです。僕が嫌いだからです。以上。はい。やばいやばい。あらやらい。理由を述べよ。根拠を言え、根拠って言われる。じゃあ根拠よろしくお願いします。あれですか、はい、怪我する人多いじゃないですか。多いんですか、実際に多いんですか、うん、なんか、ボンベが飛んだとか、まあ、よくは聞きますけどね。スライドが終わりましたとか、うん、まあ、いろいろある中で、まあ、奥様、のチャンネル、もちろんね、クロートの方々もね、あのすごい詳しい人もいてくれてると思うんですけど、多分、まあ、僕の肌感で言うと、あのやっぱ初心者の人もかなり見てくれてるのかなと思うんで、サバゲやってない人も、はい、で、まあ、僕らがそれを紹介したところで、CO2 買って怪我したとかったらちょっと面白くないじゃないですか、うん、だからその辺の安全パイスをね、うん、取って、まあ、紹介はしないでおこうってことにはしてますね。じゃあどの辺が危険なのかをちょっと君的に考察をお願いしていいですか。そうですね、まず他の YouTuber さんじゃでも紹介してるじゃないですかって話あるじゃないですか。あの理由も俺あんまり好きじゃないですよ。おう、いきなりぶっ込みますね。そっから行った方がいいんじゃないですか。どうぞ。あの他の YouTuber さんじゃ今まで CO2 ダメにしてましたよっていう人たち何人かいたわけですよ、うん、だけどその人たちが解禁して理由がもうみんな持ってるじゃん、うんうん、っていう話で、はい、じゃあ何これ周りみんなタイマーしたらタイマーするみたいな話になってくるわけですよ。ほう、それと近いようなもんじゃないですか。もっともっと規制されてたもので、ただあの勝手に売りすぎて流通しちゃったからもう OK にしましょうねみたいな流れは俺はなんかあんまり良くないのかなと思って、うん、だあの他の国もそうじゃないですか。韓国だってタイマーがね蔓延しすぎてもう政府で管理しましょうということで2018年から合法化してますけども、まあ、そういう理由って一番ダサいやんね。そんな中でもうみんな使ってるんで俺らもやりますわみたいなのは、まあ、法的にはアウトじゃないかもしれないけど、まあ、CO2 エアガンだからけど、そのもともとねグレーとして結構扱われてた商品が多いものを、まあ、みんな使ってるから OK にしましょうっていうのは僕はあんま好きじゃないかなと思います。はい、理由分かりました、はい、じゃあどこが危険なのか教えてくれよと、はい、あの、まあ、CO2 ボンベに入ってるわけで、まあ、あれ気化ガスですよね。だから今までのフロンだとリキッドチャージって言って、そのマガジン自体にそのガスの部屋があって、まあ、あのガス管から移すみたいな形なんですけど、それじゃなくてもボンベを丸々入れるんで、まあ、かなり高圧のものが入ってるんですよ、うん、その辺で、まあ、例えばね、もう海外のメーカーだったら全然強度計算できてないマガジンを打ってたりするわけですよ。普通に爆発するの。だから、あ、これネットで見て、あ、グロック用の CO2 マガジンこれ安いじゃんって買って、それが爆発する可能性もあるわけですよ。というところで、やっぱりみんながみんなその僕らがちゃんと扱ってても、その扱ってるような扱い方を 100% するとは限らないわけですよ。だからそんなところで、まあ、怪我人とか増えて、怪我人とか出てセーフティーでね目に入りましたとかさ、爆発してとかあったら危ないんで、まあなしかなっていう感じですね、うん、はい。でもみんな使ってるじゃん。はい、使ってますよ。だから俺はあんまり良くないと思ってます。うん、普通にみんな使ってて、うん、どんなんだろう。今昔のは確かにマガジン密閉型ってのは危ないって言われてる、うんうん、今スケスケじゃん、はいはいはい、あれはなんか大丈夫みたいな言われてるじゃん、はいはい、なんか ASG だっけ、ASG 系じゃなくて、まあ、マイルールありますね。なんか認可降りてる CO2 じゃん、はい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 、ありますね。あれは大丈夫と俺は聞いてるんですよ。僕 CO2 持ってもいないし、うんうん、別に何とも持ってない人なんで、はいはい、なるほど。あれなんか別にそう言われてるんだったら、まあ安全になってきてるんじゃんっていう多少のイメージ。確かに昔と比べたら安全になってるけど、うん、それでもね、ボンベの中の残圧が残ってて、それに気づかず外した時ボンベ飛ばしましたとか、うん、あって、あの壁にね穴開いたりするわけですよ、うん、バーンってあの天井のボードも突き破ってね、うん、飛んでたりすることもあるので、まあ、そういうところでやるとやっぱどうしても気をつけててもね、不備があるところがあるので、うん、それなのってフロンガスのエアガンないじゃないですか。ないね、そんな怪我するなんて、まあガスをね、うん、熱いところに放置したぐらいですね。そう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 。ってなると、うん、やっぱフロンで十分じゃね、まだバキバキ動くし、
フロン、まあ今製造ね停止になって値上がりしてますけど、結局それでもあの CO2 とのランニングコストはあんま変わんないんで、またわざわざなんかサバゲーでなんか勝つために有利にするためっていう理由で CO2 選ぶぐらいだったら別にフロンでもいいんじゃないかなと思いますよ、うんうん、僕はそんなに性能劣ることもないし。じゃあ CO2 がよし、完全に君の中でよしという、うんうん、なるにはどうしたらいいか。あやっぱ一番あれじゃないですか、あの保守的に守りに入ってる東京マリーさんが出した時じゃないですか、そしたらちょっと使ってみたいなってなります。でもそしたら、ね、うん、マリーがやってるから OK っていうのはみんながやってるから OK みたいな理論とあんま変わんなくない。あ、まあ確かに変わんないな。だ俺は思うには、うん、CO2 を出してる押してるところがちゃんと取扱説明書とか、うんうん、なんか危険な行為絶対これしないでよとかそういう対策とか説明をもっと、ね、やってるかもしれないよ。あ、そう、それで言うとだから東京マリーってめちゃくちゃ気を使ってやるじゃん、うんうん、で中で相当気を使って出したものに関してはまあ、安全がある程度保証されてるかなってところです。だったらマリノだったらちょっと使ってもいいかなって思ったりしますね、うんうん、まあ、リポにするのも10年以上そこに行くっていうかね、うん、そう、それぐらいのね、うん、保守的な会社が出してくれるとまあなんかね、まあ、信用度違いますからね、うん、入りやすいっすよね、うんうん、まあそれ、まあ、CO2、うん、俺別に買うつもりもないし使うつもりもないし、うん、ガスも高いから、うん、最近ガスのハンドガンすら使いたくないし、はいはいはい、ガス缶買いたくないんで、うん、1本2000円超えてるのビビってさ、はいはい、そうっすね、俺1500円ぐらいのイメージだったのよ、まだ、うん、まだ1500円のイメージだったのよ、うん、え、2000円超えてんのと思って、マジ高い、うわーと思って、いやもうガスいらねえと思って、うんうん、もともとそんなにね、あのガスよりも電動派なんで、うん、僕は、はいはい、え、電動でよくないってなって、うん、まあ、確かにブローバックは好きよ、うん、いいですよね、もういっそのこと電動ブローバック感を次世代、うん、次世代ハンドガンを出してほしい、次世代ハンドガンを出してほしい、次世代グロック16みたいな、そう、電気で動くブローバック作ってほしい、うん、はいはい、ね、だってあのね、10均のさ、あの、うん、単4電池入れてるやつだけど一応バカッバカッバカッって動くわけじゃん、うん、いけるよ、うん、マルヒさん、マルヒさん頑張ってください、よろしくお願いします。そしたら絶対コスパもいいしさ、うん、安全だしさ、まあそうっすね、お願いします、うん、僕は電動ハンドガン、次世代電動ハンドガンを処方します。なるほど、うん、売れんかな。いや多分売れると思う、売れてほしいな、うん、重そう、うん、ただマガジンはマガジンサイズにしてほしい、あの、あ、ちゃんとね、バナナはちょっと嫌、うん、あの割り箸みたいなやつはやめてほしいですね。どこに入れるんだろうね、うん、基板バッテリーとか、うん、難しいな、難しそうだね、ブランで動きますとかなってくる、多分そしたらその辺のちっちゃい動力源で何かしらやらないとなってくるね、うん、そうっすね、はい、なので、でもまああのメンバーにはね僕前言いましたけど別に個人で使う分には別にいいと思うんですよ、ね、ただ僕らがそうやってそのね見てる人多い人たちが買ったでっつってやって分からない初心者の人が買った気がするよりはまあ個人で買ってこそこそ楽しむぐらいでいいんじゃないですかって言ってますね、はい、というわけで、皆さんも週続いてどう思いますか、コメント欄で教えてください、はい、では午後もいってらっしゃい。